今日はちゃんと起こしてもらいました。なんか目の色がおかしくなって、めっちゃ青く見えるんだね。コンタクトに手こすって右目が今痛い。ちょっと赤いよね。今日は目覚め、そう、今日は目覚めいいと。明日楽しもう。ありがとうございます。渋谷駅をありがとうございます。明日コンサート、明日だよね。その日はちょっと分かる、目が分かる。いいなら出ないとは寝てる。一回も出ないでずっと寝る。ロッキーの集合写真で着てたのは福袋の T シャツ。そう、あ、違う、福袋ではない、そう、ロッキーで普通に T シャツです。グッズ2周年の。アスカさん、タクトクさん、ありがとうございます。まだ緊張全然してない。まだ
しいだね。通知でちゃんと起きて、え、じゃあ通知で起きるっていう経験がまずない。そ、兄ちゃんの記憶上そんなことはない。なんかよくみんな通知で起きたとか言ってたけど、なんで起きるの通知で。なんかピコンとかその音だけなのに、すごい。みたいな。君どこのイントロのピアノの音で起きる。すごっ。じゃあ逆に眠くなっちゃう。今日福岡も東京も雨。本当？悲しい。明日は東京晴れみたい。お、本当？明日晴れならいいや。明日晴れなら今日十分雨降ってほしい。予言どう、予言なの。今日のいいのは目が覚めてます。だちょっと寒いです。そう、髪伸びたみたいな。6期生誰が一番髪長い？多分ね、サーヤちゃん。いや、サーヤちゃんどうだろう。でも最近変わってる、また。サーヤちゃんとか。サーヤちゃんとか。藤子とか。
7期生でゆいちゃんより身長低い子いるよ。わかんない、いるよとか言っちゃったけどさ、いるよとか言ったけど多分いないと思うな。適当にいるよとか言っちゃったけど多分いない。どうだろう、147より下の人いる？会ってみたら、そう、まだ会ってすらないし、まだ分かんない。逆にリアちゃんに背の高いメンバーいる？いない、絶対にいない。でもいたら面白いね。いたらいたで見てみたい。アスカさん、クマ、ありがとうございます。お披露目の時、イーナちゃんのキャッチフレーズは衝撃でした。なんだこいつって思われてないかなって。みんなではかなり話題、そう、かなりかなりかわかんないけど、リーナが7期生の初めて話せるのどのタイミングな。いや多分ね、多分当日だと思う。ゆきりんにも名前を出してもらった。え、そうなの？え、本当に？あ、85、ありがとうございます。じゃあそれでは誕生日をしたいと思います。13位、キーさん。12位、岡春さん、岡春さん。11位、豪くん。10位、岡本太郎さん。9位、リオダさん。8位、ミノルさん。7位、ダルマインコさん。6位、春巻さん。
コーヒーフレアさん、ほほえみポップコーンさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第3位はくる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 っとかん、シーナさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第2位はくる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 っとかん、アスカさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第1位はくる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 っとかん、イソピョンさんです。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。明日配信できるかわかんないんですけど、やれたらやります。じゃあ2102の方、ありがとうございました。5 4 3 2 1、またね。バイバーイ。